ャレカッチャンネル。よいしょ。さあ、この番組はキンプリについて2人で面白おかしく喋っておりますので、はい、ティアラの皆様、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そキンプリのね、うん、高橋海人くん推しの人にね、はいはいはい、たまらないことがあったんです。たまらないこと、はい、なんすか。この前テレビの画面上にね、高橋海人くんが2人いてる状況にあったんですよ。高橋海人くんが2人、高橋海人くんが2人ですよ。もう1人でもね、海人くんみたいな感じなのに2人、ああ、いや、どんな状況、2人でもドラマの「だが情熱はある」で、その若林くん役を高橋海人くんやって、はいはいはい、そうですね、その中で、うん、実際にその若林くんにドラマ始まるときに高橋海人くんが出演した回があって、それもドラマの中で再現してて、あー、なるほどね。若林くん役の高橋海人くんと坂橋海人くん役の高橋海人くんが出てるっていう、で2人が喋ってるような感じにしてて、そっちも再現して面白い。喋り方ちゃうけど演技やから若林くんと、でも高橋海人くんが2人おる状況、高橋海人くん同士が喋ってる感じになっててすごいな、何やこれみたいな。事前でありましたもんね。そうそう、僕らの配役をするのはこの方たちですみたいなんで、2人がみたいな。そう、それも再現してるから、もうわけわかれ、高橋海人くん同士が喋ってるみたいな面白い。高橋海人くん同士からしたらもうたまらん、たま鼻血出ますなかなか見られないですもんね。そう、だからもし「だが情熱はある」もし、はい、もしまだ見てない人がいたら、はいはいはい、楽しみにね、なるほど、見ていただければ、2人の海人くんを見ていただければと思います。雑談タイム。いや、再現率がね、高いですもんね。高い、やっぱもうそこのなんか面白みというか、そこを再現なんか普通しないじゃないですか。しない、する必要ないのに。するだから、ほんま遊び心っていうか、遊び心やろ、ね、ウケると思って絶対やってますよね。あ、ここやったらウケるぞ、もともとそれ計算してたんですかね。それかやってる途中にあっこもやっちゃうみたいなになったんかもね。後からちゃう、後からか、面白いな、面白いと考えますね。ねえ、やっぱ誰発信なのか。そう、海人くんがやっぱ演技、はい、演技上手いからこそなる、はい、感じのね、はい、うん、こともあったやろうし。あれが本当にサプライズだったかどうかまあわかんないですけど、はいはいはい、けどもう自分たちの感性をジャニーズの2人がやってくれるなんか、はい、ちょっと感動しないですか。もしも本当に僕らが、まあ、可能性としてね、まあね、はい、まあ、どこに重点置いてるかやけどね、その時若林とかね、山里くんからの、はい、したら、はい、うん、まあ、どう、別にわからん、その芸人が一番と思ってたら、あ、別に、まあそうですね、ジャニーズがやってくれかとかはならんやろ。まあそうはね、いや、なかなか、まあ、イケメンがやってくれたっていうのはあるけど、はい、いや、すごいですけどね。なあ、はい、まあ僕は単純に、はい、あ、やってくれたってなるけど、ひゃーってなりますよね。嬉しいってまあ来てくれた相手だけでもひゃーってなるわ。そう、あ、ちょっと今揺れてるかもしれない。外でね、外でやってるからね、うん、確かに我々からしたら ねめちゃくちゃ嬉しいですよ。たまんないですね、うん、ありがたいそんなイケメンにいつか連会にね、連会に贅沢、こうで撮ってる風景をね、贅沢だなやりながらチャンネルとかにね、すごいことを成し遂げないと、成し遂げないと、だからとんでもないことね、ぜひとも皆さんがねチャンネル登録してくれたらね、可能性がね、そう皆さんまの応援があってこそ ねその可能性が 0.001% ずつでも増えていくんでいや、ほんまそうですよ。何が起きるか分かんないけど、ね、確かにいろいろ目標を持ってね、うんうんうん、なんかいずれね、はい、大きなところでライブとかもしたいし、ライブねやりますんで、ぜひぜひ ね皆さんも応援してくれたら、ぜひ、うん、こういうね、しゃべりトークの、はいはい、イベントね、情報言ったり、そうで、登録してくれてるね、はい、お客さんも交えて何か、あ、そうですね、楽しんでもらえるようなことを、確かにちょっと考えたいですね、企画ファンミーティングね、ファンミーティング、僕たちなりの、僕たちなりのファンミーティングね、はじめちっちゃい小屋から、小屋からスタートしていきたいと思います。ちょっとね、やりたい、やりましょうよ、楽しんでいきましょう、ぜひぜひ注目してください。はい、お願いします。ありがとうございました。